こんにちは、サスライボーズでございます。今日なんですけども、日本語を勉強されているお二方がですね、サントリアに来てくれました。コンセプションから来てくれて、あ、モイダークモイダークモイダークということでですね、まあ来たんですけど、今日はタイトルにもありますように、チリのお寿司がどんなものかを試してみたいと思います。よろしくお願いします。店内はですね、こんな感じで、なんかおしゃれな傘がありますね。鮭、マグロ、タコ、だいたいまあ1000円ぐらいですかね。いいレストランなので1000円ぐらいしますね。来ました、これです。これはアボカド料理。これがツナドラゴンって言って、これはね、でもそんなに流通してるそうじゃないです。ここの店の特別な店のものだと思います。ということで、いただきます。どうぞどうぞ、いただきましょう。いただきます。ではいただきます。ツナからね、いただきます。すいません。あー No, it doesn't. You don't like it? 美味しいです。美味しい、美味しいんですけど、うん、美味しいんだけど、ご飯のクオリティがね、うん、ちょっともちもちしすぎてるかなって感じますね。で、ツナがそんなに主張してくれないから、いや、刺身を食べてるって感じがしなくて、なんか餅を食べてる感覚です、餅。で、中に多分お魚も入ってるんですけど、全然そんな味がしなくて、まあ美味しいといったところですよね。そんなに美味しくないです。でも良かった、でも良かった。体験できて良かったです。ありがとうございます。コンプロベーチ。食べてください。どうです？どうです？Agree, no? Yeah. Agree with me, no? Yeah, I agree. No? It's kind of weird. Yeah. Yeah, that's what I thought. それではですね、チリの本当に本当に典型的な寿司でございます。これ、なんか知らないんですけど、ソースがあるんで、これ食べてください。あ、これなんか照り焼きソースっぽいな。トロトロしてる。それではいただきます。何？甘い。甘い。甘い？うん。はい。うん。これは美味しいな。中にチーズが入ってて、チーズとアボカドとこの甘いソースがすごいいいマッチです。で、ご飯のまあ中性的な味がとっても美味しい感じにさせてます。これはね、これは美味しい。いやー、こっちの方が全然。それでは食べてください。サーモン入ってる。美味しいね。美味しい。やっと来た。美味しかった。フィナルメンテハポネス。アブランハポネスアオラ。アオラ？今？すみません。美味しかった。美味しかった。美味しかった。When to say in the past？ 美味しかった。美味しかったです。めっちゃすげえ。めっちゃすげえ。ありがとうございます。チャオ。よろしくね。マリアです。マリアです。マリアです。日本に行きました。はい。Do you want to? Ah, yeah. はい。昔。In 2016。日本語で？三年前に。三年前に。どこに行きました？東京、京都、静岡、奈良。どこが一番好きですか？京都。なんでですか？なんでですか？あ、大変ですね。お寺。
と神社が好きです。あー、そうですか。芸者に、あ、芸者、芸者。芸者に、見ました。おー、そう。ダンス。いや、踊り。はい、はい、はい。はい、踊り。東京、京都、日光。あ、日光いいね。鎌倉。おー、鎌倉いいね。鎌倉いいでしょ。いや、大仏。はい。ね。大阪。あ、大阪。大阪たこ焼き。いや、はい、はい。あ、そうだ。食べ、美味しいです。美味しいね。食べ物で何が一番好きですか？日本の食べ物。ああ。日本でた。しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。ああ。たこ焼き。たこ焼き美味しい。お好み焼き。お好み焼き。大阪のお好み焼き。あ、大阪の。すみません。あ、素晴らしい、素晴らしい。すみません。すみません、あの疲れる、アタックされるとこでした、ね。また。どういたしました。どういたしました。また日本に来てください。はい。